水字貝ハープゴカイレイングラは袖ボラ科に分類される巻貝の一種。6本の突起がある特徴的な貝殻で知られる。和名はこの形が漢字の水に似ることに由来する。生貝は突起を含めて拡張 24cm、幅 16cm に達する。貝殻は厚くて硬い。殻口が大きく開き、ラト島の巻は小さい。貝殻の表面は薪に沿って、 大小の西薔ラがあり、紅白色の地に黒か色の縞模様が走る。唐口は光沢のあるピンク色で、6つの大きな突起の他に水管と目を外に突き出すための3つの小さな溝がある。幼飼いには突起がなく、同じ唐の間書き貝などに似るが、生飼になると6本の長く尖った角状の突起ができる。西太平洋とインド洋の熱帯域に広く分布する。 日本では、紀伊半島以南の沿岸域で見られる。浅い海の珊瑚礁や、岩礁のされきに生息する。貝殻の配色は鮮やかだが、海中では、貝殻の表面に多くの付着生物がつくので、天石などに紛れ込みやすい。殻口から水管と目を、潜望鏡のように突き出す。移動時には、禁煙種と同様に蓋を杖のように使って移動する。 吊るされた炊事街沖縄県すくべ町産柄が硬くて丈夫なことから装飾品や海材区の材料として利用されるほか食用にもなる。沖縄諸島や先島諸島では戦士より装飾品として利用され現在も土産物として販売されている。また、金魚けや魔よけとして家の玄関や家畜小屋に吊るす風習があり民家の玄関に今も時折見られる。 沖縄県の名護市と宮古島市においては、シンボルとして採用されている。本州においても古墳の副葬品として、水地外製の回駆白が出土している。ありがとうございます。